朝上がる株、本日引き終えてた材料で、明日4月20日水曜日に期待できる銘柄についてお話しいたします。本日ピックアップしたのはこの3銘柄です。4591リボミック、2112無水成功製糖、5232住友大阪セメント、あと本日のストップ高、デイトレースキャッピングの人気銘柄、トピックとして本日、天然ガスについてお話しいたします。まずリボミックですけれども、まあ、これも前回2週間ほど前に、IR があったのと同じような形ですが、第2相試験に向けた観察試験の治験申請がなされました。2週間、特に差し戻しとなければ、このまま第2相試験に、そのまま進める見通しだそうです。本日の株価は195円、出来高は14万5800株。この14万5800株に対して約30倍の400万株、信用買いがある状態です。1年の値動きは143円、3月15日ですね。ここで、最安値をつけていて、1月4日340円、1月4日ですが、ここら辺で340円、このくらいですね。このくらいの株価からずっと下がってきて、そこを打って、で前回 の IR の時に、1回上げてまた戻ってきて、ただ、ここからここへは株価上がっておりますが、また同じような上げが期待できるのではないかと思われます。次はですね、塩水鉱製糖ですけれども、当期利益 3.7 億円から 6.2 億円の上方修正が発表されました。本日の株価は209円、出来高は1万3000株。この1万3000株に対して、16万株くらい、信用改ざんがある状態です。かなり近い数で、11万株、売り株がありますね。ただこの16万株というのは、まあ、これまでの、出来高を見ていくと、現在は少ないですが、ここら辺なんか30万株クラスの出来高がありますから、このくらいは、1日消化できる量ではないかと思います。1年間の株価の値動きは208円、4月12日ですね、ここで 最安値をつけております。最高値は228円、3月17日ですね、ここで最高値をつけている。ここからずっと落ちてきて、今底値圏にいる状態です。 PR もそれほど高い、値は示しておりません。まあ底値圏での情報修正ですので、上げが期待できるのではないかと思われます。次に住友大阪セメントです。これ先週クレディセゼノで旧村上ファンドが買ったことで、株価急騰したのと似たような話なんですが、シティインデックスによって 5.08% 株が買い進められているというのが対流報告書が本日出ました。株価はですね、3415円、出来高は76万株。この76万株に対してほとんど信用買いがない状態で、空売りが若干15万株くらいあるような状態ですね。1年の、株価の動きは3月9日に3110円の底値、ここですね、ここでつけて、1月13日3725円、1月ですか、ここら辺で3700、まあこのくらいの株価からこう落っこってきて、そこを叩いて、ダブルボトムのような形になってまた伸びている、まあこういったチャートになっています。ですね、まあ今回の話について言うと、まあまたシティインデックスが、大量買いしたということで何かが起こるという漠然とした期待で、買われるのではないかと思われます。本日のストップ高ですけれども、G-NEXT、マナック、アースインフィニティがそれぞれ、ストップ高となっております。ストップ安はありません。デイトレスカルピングの人気銘柄ですけれども、まあ、レーザーテック、サークレース、ソフトバンク、
川崎汽船、日本郵船、東京エレクトロン、ファーストリテイリングにトヨタ自動車、まあ、このあたり、まあ、サークレス以外は常連ですが、他にあのグノシーの方が今あの売りと買いの攻防でもって、かなり、テイトルにスキャルピングの方でもって人気銘柄になっている模様です。本日はグノシーのチャートですけれども、まあこのような形になっててですね、チャート的には、まあ、デイトレよりもかなり短いスパン、まあ数分で、売りと買いをやるっていうような形ですと、まあこれ5分足ですので、まあかなり順張りでも、いけるんではないかというような、チャートになってます。ただ、まあデイトレっていう長さ、まあ、30分なり1時間なりっていう単位になってくると、かなり読みにくいチャートだと思われます。あと本日のトピックとして天然ガスのお話を少ししようかと思います。あまりあの馴染みがないと思うんですけれども、これ一般の証券会社で、買える、まあ、証券です。上場投資ですけれども、まあお持ちの株式口座で1689って打っていただければ、買える状態が見えると思うんですけれども、天然ガスの上場投資信託、今の株価が 4.6 円です。まあ、ちょっと驚く値なんですけれども、ね、こちらが板の方で、まあ、かなり の数が並んでいるんですけれども、パッと見かなり見慣れないような形かと思います。ただ、ご存知の通り、天然ガス、今非常に上げててですね、ついこの間まで、だいたい1株 1.7 円くらいだったんですよ。それがロシアの侵攻を機にですね、どんどん少しずつ上げていって3円を超えたあたりから、出来高が急に上がってきまして、昨日の一気7円までいきました。で、本日はさらに 7.4 円まで上昇してガーンと落ちたんですけれども、まあ、チャート的にはこれずっと見ていると、下値の支持線見ていくと、まあ、支持線前に戻ってきたような形ですね。まあ、これを見ていただいて分かる通り、値幅が非常に大きい、まあ、上下幅でいうと、本日の安値が 4.4 円、高値が 7.4 円ですから、倍近いあの値段の幅があるような銘柄です。まあ、今後もですね、まあ、こういったあの急騰性、それから1日の値幅の大きさ、それから、まあ、100株単位で買えますので、まあ、1単位、4円と、400円とか500円とか、まあ、そういった形で買えるっていう面白さ、まあ、それから、まあ、ご存知のようにですね、ロシアへの制裁が解かれる、兆しっていうのは止めありませんので、そういったことからすると天然ガスっていうのは今後は、まあ、上がり続けるんではないか、まあ、そういうふうに思われます。まあ、実際ですね、これがあの天然ガスを先物価格のチャートなんですけれども、ここは3月4月ですね、ロシアの問題が始まってからだーっと、まあ、4000くらいであったものがどんどん上がってて、今ほぼ2倍くらいになっているような状態で、全く下げ止まってないところです。まあ、こういったことから、まあ、先ほどの、まあ、3円4円のものがまた吹き上がるのではないかということが予測されます。以上、明日期待できる銘柄についてお話しいたしました。今後もこういった株式ニュース、注目株のライブ配信、チャートから判断する投資テクニックなどを順次配信させていただきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。